今回は、このカラーチャートを、α7R2 と OM1 で、オートホワイトバランスで撮影して、どのような違いがあるか比較してみたいと思います。撮影は、フラッシュを使用し、ISO200、F8.0、60分の1秒、オートオブ、フラッシュもマニュアルで同じ強さです。違いはわかりますでしょうか？微妙に色合いが違うのが、わかるかと思います。次に、ダヴィンチリゾルブでの波形を見ると、α7R2 の、左中のグレーの RGB がずれています。右側の右から2番目は、OM1 も少しずれていますが、α7R2 は派手にずれています。α7R2 のホワイトバランスを、色温度 6600K にしてみました。どうでしょうか？まだ、色合いが違うように見えます。次に、ダヴィンチリゾルブでの波形を見ると、まだ、少しずれているかもしれませんが、だいたい合っているのではないでしょうか？このホワイトバランスは、この環境のみ有効です。光源が変われば、再調整が必要です。自分は、フラッシュ仕様での物撮りでしか、使用しない予定なので、6600K固定での撮影を、していきたいと思います。というわけで、α7R2 のオートホワイトバランスは、怪しいかもしれません。